JR 東日本ホテルズメトロポリタンホテルズホテルメトロポリタン仙台ホテルメトロポリタン仙台は仙台市青葉区にある東日本旅客鉄道グループのホテルチェーンであるメトロポリタンホテルズの一つである運営は仙台ターミナルビル17種類300室の客室が存在するシティホテルシティホテルでは珍しい和室を備え 仙台駅から徒歩1分の高立地が特徴。1988年開業。翌1989年10月14日に開業した仙台国際ホテルとともに仙台のバブル景気機を代表するホテルである。プロ野球や J リーグの球団の宿舎としてもよく利用されている。パシフィックリーグではオリックス・バファローズを除いた4球団が 当ホテルを利用している。1、2階はロビー及びレストラン、バーとして利用される。3階から5階及び21階がコンベンション施設、6階から20階が客室となっている。2018年2月16日には、開業30周年記念事業の一環として、改装していた19、20階における客室のリニューアル工事が完了。 エグゼクティブフロアとしてオープンした。またホテルメトロポリタン仙台は他のフロアのインバウンドや国際会議での利用像を見込み順次改装に着手するとしている。部屋数は以下の通り。和朝食を提供するレストラン。2017年6月19日。 JR 仙台駅東口に14階建てのホテルメトロポリタン仙台イーストが開業した。新ホテルは1、2階に隣接するエスパル仙台東間の増床エリアとして飲食店など約20店舗が入り5階以上を客室とした。ありがとうございます。